しのぶえ、かぐらぶえ奏者の秋吉沙羅です。前回の動画に引き続きまして、今回はですね、またまた、笛師立平さんの工房にお邪魔した動画を紹介したいと思います。今回の動画ではですね、この笛のメンテナンスを行わせていただいた動画になっております。非常に笛やってる方どなたにも、役に立つ内容かなと思いますので、ぜひご覧ください。だいぶ汚れてるんですけど、どうやってそのメンテナンスってするんですか、これ。これ、まあ、ちょっと拝見します。はい。そしたら、まあ、いくつか、まあ、館内少しゴミを取り除いて、あと指穴の側面も、はい、綿棒とかできれいにすると、はい、だいぶいい感じの音にはなってきますね。あ、そうなんですね。はい。ちょっと汚れてますね。そうですね。あとは蜜蝋ですね。蜜蝋。この蜜蝋ね、すごい下がってくるから、いつも指で押してて、はいはい、今もうこれで安定してます。あ、そうですか。何年か前まで、何年か前まで蜜蝋が下がってきくる事件が毎回起きてて。これじゃあやりましょうか、蜜蝋ね。の調整して、でだいぶ、はい、よくはなってくると思いますよ。そうですか。あとはちょっと秘密のエイジングをかけて、はい。エイジング。笛も若返ることができるんですね。いや、逆ですね。エイジングだから。アンチエイジングじゃない。あ、アンチエイジングじゃないか。あ、そうか。エイジングだから。時間を早回しする。そうです。まあまあ、ちょっと、はい。Now やりたいです。イェーイ。秋吉沙羅モデル、長年使いすぎてボロボロに、汚くなっているので、綺麗にしてもらおうのコーナーです。はい。単純に、あ、これね、面白いですよ。これね。これ、リコーダーの分じゃないですか。これ何の棒かし分かります？これ当たったらね、すごい。これ何の棒だか分かります？へえ、猫じゃらし。ああ、正解。猫じゃらしの先端をブチッと取って、はいはい、ガーゼをつけたものです。これ柔らかいし。あ、じゃあちょっと当てたから私ってすごいです、はい、100円ショップで売ってるやつ、はい、でこれは水に発火、あ、お湯、発火油、発火オイル。あ、私持ってます、うん、あれですよね、夏とか。そうそうそう、蚊よけになる分ですよね、うん、これ単純に気持ちがいい、いいだから使ってるだけで、別に水でも構わないです。はい。どうしよう、めっちゃ汚れてるから恥ずかしいんだけど、全然手入れしてないのがバレてます。大丈夫だけど、これ少しなんか何硬くなってるね。硬くなってる。そうそう、内側の、そうそう、汚れが、あ、だいぶこびりついてるようです。まあ、参りました。すいません、はい、大丈夫です。あとは漆で使う、まあ、テレピンっていう油、テレピン、テレピンですね。テレピン、なんだっけ、油絵とかで使うようなやつですね。油絵で使う、油ですか、はい、そうです、ね、私油絵してたんで分かりますよ。そうですか、あれテレピンオイルって言いますよね、はいはい、あ、知らなかったです。これでちょっと、まあ、指穴の周りを、はい、ちょっと汚いですね、このね、指の穴もずっと汚いなと思ってたんですよ。気がついてはいたんですけど、これやるとだいぶ音良くなるような気がしますよ。そうですか、うん、レコーディングの前にやるべきことな。そうですね。だからなんかメンテナンスって、例えばなんか時期を決めてもいいですし、うん、あとはそのここぞって時の前にやられるといいと思いますよ、はい、なるほど。本番前とか、ね、これオリーブオイルとかでもいいんですかね。あ、オリーブオイルじゃない方がいいですね。オリーブだと残っちゃうんで。 あそっか、はい、そうか、揮発するやつじゃないですか。あ、そうですね、そうですね。なんで、勉強になります。まあ、なんだろう、普通のお宅だったら、まあ、水とかでもいいですし、よっぽどなんかこびりついちゃってる場合は、うん、なんか台所用の中性洗剤、食器とか洗うような、まあ、はいはいはい、湿気を扱うのと同じなんで、うんうんうん、ちょっとめっちゃ汚い、取らないで、ちょっと恥ずかしいわ、もうどうしよう。うわ、すっごい綺麗になった。でもあとはちょっと蜜蝋の、はい、修正をしてきますって。はい、蜜蝋っていうのはここに笛のなんていうか内側の一番ここにくっついてるんですよ、上に。で、穴塞いでくれてるんです、ここからここまでの、これ全部貫通してたら音がちゃんと出ないんですけど、ここまで塞がってるから音が出るんですよ。ちょっと蜜蝋固まるまで待ってください。おお、ほんとさまざまなアイディアですね。100円ショップとかで。そうですよね、はい、もうすごいくぐれもんですね。たくさんね、出荷前これあるんで、うん、まあ、いっぺんに蜜蝋調整するときに使うんですけどね。何年か前に習い事、うん、ランキングみたいなのがあって、うん、さりげなく見たんですよ、たまたま、うんうん、
忍入ってましたね。本当ですか、すごいですね。びっくりしちゃって、忍、うん、習い事ランキングのね結構上位に入ってて、全然10位以内とか入ってて、びっくりしちゃって。その10位以内なんだ。そうなんですよ。すごいですね。違う、まあ聞いた人がもしかしたら偏ってたのかもしれないし、わかんないけど、でも、でもそういうところに忍ぶが入るんだっていうね。いや、すごいですね。ちょっとびっくりしたんですよ、私。嬉しいですね。うん、そう、嬉しかったです、本当。ちょっと、あの、ね、お会いした10年ちょっと前じゃちょっと考えにくい、うんうん。考えにくいですよね。そうですね。うん。まあ、細々と頑張ってきてよかったなと思いますね。うん、いや、もう立平さんの様々な、本当に活動の賜物も、その中に大いに含まれてると思いますよ、本当に。でもここそれこそ10年いないぐらいのうちにやっぱ神社行く女子が増えたりとか、なんかそういうなんだろう、原点回帰じゃないけど、私たち自身日本人として生きてきてて、なんかどういうなんかルーツなのかとか、なんか本当に自分たちどういうものを大事にして生きていけばいいんだろうっていうのを、なんか意識しなくても勝手になんかそういうのを考えるようになんかなってきてんのかなっていうのすごくね、まあ、勝手な憶測ですけど、いやでもあるでしょうね、そういう部分は ね、うん、なんだかね不思議だなって。不思議ですね。本当20代30代の女子は神社に行くのが普通だし、御朱印帳ですよね、うん、聞くわそういう話、うん、とか、まあ、デートしたりとかね、そういった神社で、なんかちょっと前だとあんまり聞かないじゃないですか、そういった話、すごいなって思うんですよね。確かに。ちょっともうちょっと館内よくやった方がいいかもしれないですけど、はい、まあ今、はい、じゃあざっとやった感じはこんな感じで、はい、ちょっとじゃあざっとやったところで吹いてみますか、うん、そうですね、どのくらい、もうこれは普段毎日ほぼ毎日吹いてる風なんで、いや本当ね、ずっと何年も前から気になってたんですよ、はい、メンテしたい、させてほしいな、何度か何度か言われてていやでもすごい使うから預けれないなと思って、そう、取ればいいんだってね。替えが効かない。もうね、手触りからして違いますね。あのベタベタして自分の垢がついてないっていう。あのなりますねやっぱり。なんか新しい笛吹いてるみたいな。え、すごい。よかった。そうですね。あ、やっぱり綺麗にしなきゃダメですね。そうですね。すいませんでした。いやいや、とんでもないです。まあ空気がね通る道ですから、やっぱりその障害がない方がいいでしょうね。そうですよね。うん、これも汚れてます。頻度が高いやつだけ。はい。はい、あ、そう。まあそうね。でもやっぱりあれですね、この8本、これ全然。これ、これがね、一番ね、まあ、すごいんですよ。これです。こうやって全部掃除させる。あ、いいですいいです。で、リッペさん、これがね、はい、そう、これがね、結構蜜蝋が、はい、下がってきて、わかりました、うん、夏川りみさんのレコーディングで使ったやつ、そうです、そうです、びっくりしましたよ、あの後夏川りみさんと、うん、私の事務所の先輩が結婚しましてね。あ、そうだったんですか。そう、玉木さんって言うんですけど、すっごい面白い最高のドラマーさんなんですけど、うん、まあ、もちろん腕も素晴らしいんですけど、うんうん、綿棒でちょっとこれから私もなんかしないとですね。そうですね。なんか特別な薬品とか別に必要ないんで。水で拭くだけですもんね。はい。ちょっと私もやろうかな。ちょっとやっていいですか。大丈夫です。あ、やっぱリペさん、やっぱりやり慣れてますね。こうなんか、やっぱりね、こう素人がやると、こう、リペさんのようにスムーズではないですけど。自分ね、前の笛見るのもなんか懐かしいですね。そうですよね。だってもう。これ、なんか意味あります？これ。あ、これね、意味ある。ごめんなさいね。あのね、笛のピッチが、ちょっとどうしても大変な時に、うん、これでね。あ、わかった。やってたんですよ。あの、あれだ。そうそう。でも、捨てますね。これちょっと、汚いんで。持ち帰るんですね、同じ調子を。ってことですか？同じ調子じゃなくて、ね、これ9本でしょ？この子ね、ちょっとね、音がね、ちょっと、合わない時があって、で、ちょっと塞ぐと、ちょっと、変わった。あ、これ指穴のところってことですか？あ、違う、ここ。あ、こっち。うん、あ、筒ね。うん。はを、高かった、ね。何の弦、そう、高かった。あの、なん、なんか、ももクロの現場の時かな、うん、なんか、ちょっと、すっごい、やっぱり、野外のステージとかがすごくあって、暑いし、ね、それで大変だったんでね。やっぱ、西洋楽器の皆さんね、こう、やっぱり涼しい顔して演奏できますけど、うんうん、こちらは顔は涼しい顔しててもね、ちょっと顔は楽器のね
ピッチが勝手に上がっていくんで、もうすごかったですよ。あの現場で氷アイスの用意してもらって、うんうんうん、本番前にで、その前にタオル敷いて笛を置いてか冷やしながら演奏してたもん。大変でした。で、あの時立平さんになんか10本上司と11本上司、うん、あえて低めのやつ作ってもらいましたよね。 あの時そうでしたね。そうあ、じゃあちょっとお預かりして蜜ろうの調整してみます。すいません、大丈夫です。あ、この笛で吹いた曲気づいたかな、立平さん CD の中入ってたの。ちょっと聞いてみよう。すっごく気に入ってるって。もう笛の CD で聞いてゾワーってなるのはないって言ってくれたから、カメラの前で言ってほしいね。で、さっき言ってたピカになった。やっぱりなんか生まれ変わったようですね。あ、そうですか、よかった。はい、全然違うわ。これは。落ち着いてます。いいですね、いいですね。あ、この子も意外とつかんでね。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたか。もう私あの本当にクリーニングしていただいた後からもう本当なんか新品の笛を吹いてるような感覚で毎日楽器を触っております。クリーニング大事ですね。というわけで今回の動画はここまでです。次回も、またアップされるのをぜひ楽しみにしていてください。さて、それではここで少しだけお知らせです。3月から私のこちらニューアルバム忍び発売しております。動画説明欄の方に Amazon ですとか秋吉サラオフィシャルオンラインショップの URL が貼り付けてございますので、ぜひそちらからチェックしてみていただけたらと思っております。そして4月14日はですね、南青山マンダラにて私のライブを行いたいと思っております。もうあのお客様ありで演奏するのは1年4ヶ月ぶりという私のライブでございます。生でですねこの音をぜひ体感しに来ていただけたらなと思っております。この動画が良かったなと思った方はぜひ、登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。大変励みになります。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。秋吉沙羅でした。バイバイ。